スコット・スナイダーはアメリカ出身のコミックのライターである。彼は短編小説集ブルドゥ・ハートの著者としても知られている。代表作はベストセラーになったアメリカン・バンパーやスワンプシングなど。彼の最初の短編集のブルドゥ・ハートは2006年6月にダイヤルプレスによって発売された。ブルドゥ・ハートはパブリッシャーズ・ウィークリーとブックリストから高評価を受け。 カーカスレビューのホットデビューオブザイヤーに選ばれた。ニューヨークタイムズは小説家のアンドリューショーン・グリアによる好意的なレビューを掲載した。本作の2つの短編、レックとダンプスター・チューズレイは作家スティーブン・キングによって編集されたザ・ベスト・アメリカン・ショート・ストーリーズ2007に選ばれた。2008年、フーキャン・セーブ・アース・ナウというアンソロジーのために ザ・サーティーン・スウェックという短編を執筆した。スナイダーはニューヨーク大学、コロンビア大学、サラ・ローレンス大学で執筆を教えている。2009年、スナイダーはマーベルコミックでの執筆を開始した。彼が初めてライターを務めた作品は、マーベルの70周年記念としてヒューマントーチに焦点を当てたワンショットだった。2010年4月、4冊のミニシリーズ、 アイアンマン、ノワールのライターを担当した。2010年3月に、バーティゴはスナイダーにとって最初のオンゴーイングシリーズであるアメリカンヴァンパイアの発行を開始した。最初の5つのイシューは、スティーブン・キングによるオリジナルストーリーをもとに作られている。アメリカンヴァンパイアは2011年のアイズナー賞のベストニューシリーズとハーベー賞のベストニューシリーズを受賞した。 2011年1月にディテクティブコミックス871号からライターを引き継ぎ、ここから DC コミックスとの独占契約を結んだ。5月にカイル・ヒギンズと共同でバットマン、ゲイツ・オブ・ゴッサムのミニシリーズの脚本を担当した。2011年9月からスナイダーはザニュー52としてリニューアルされたバットマンとスワプシングの両方のライターに就任した。 スナイダーのバットマンのシリーズは多くの批評家やファンから絶賛されたストーリーを生み出し DC の新しい継続性のために古典的なキャラクターを再解釈したスナイダーは後にバットマン、フクロウの法廷のタロンというキャラクターにスポットを当てたシリーズを共同で執筆した2012年ニューヨークコミコンでスナイダーがスーパーマンアンチェインドというタイトルの新しいスーパーマンの オンゴーイングシリーズを執筆すると発表され、2013年の6月から出版された。スナイダーは結婚しており、妻のジニーと二人の息子、ジャックとエメットがいる。スコット・スナイドル・ビブリオグラフィー。ありがとうございます。